こんばんは。あれ、あ、東京終わりましたね、ツアー。次は私が出るのは大阪です。たこ焼きが楽しみ。大阪は花火ありがとうございます。今日はもうなんかずっと寝てました休みだったので、まあ、ずっと寝てました。メールはねちゃんと送ったんですけど、めっちゃ寝てました。いつから寝てたって言ったら、寝てたかって言ったら、昨日のもう何時ぐらいやろ、もう昨日の23時ぐらいからずーっと。寝てましたなのでなんか目がね少々です。寝すぎて、あの配信、うん、ショールームイベントの睡眠を取り返せたって感じで起きることなく、いやちゃんと食べた。ちゃんとイベントの時の寝不足を取り返せました。うん、カメコで参戦しました。うん、投稿した画像で一応見られてるのは葵さんです。イエーイちょっとカメコも見よ。ありがとうございます。こんばんは。花火すごい。ちょっと待って、あげたお、じゃあ イベントの時より睡眠時間取れてます。やば。なんでなぜですか。ちょっとルイボスティー飲みます。覚えていない。ずっと
誰も気づかないイントネーションに一瞬ふるさとの空が目に浮かんだ。打ち上げた放射なんか言おうとしたんですけどね、忘れた。なんか配信で喋ろうと思ってたんですけど、何やったっけな、忘れた。そんな重要じゃないかも。じゃあ思い出したら言います。
り行きたい。今日頭がぼーっとする、寝すぎて寝すぎて今日はちょっとね、ちょっと盛り上がり曲を歌おう。じゃあでも寝すぎてって言っても見て、長濱ねるちゃんのエッセイ本をね、本当はね文庫本とあれ何やったっけ、特装版みたいな、文庫版と特装版みたいなね、どっちも欲しかったんですけど、本屋さんで買ったんですけど、そう、もう特装版の方はもうネットで頼みました。明日届く予定そう、これはねもう文字だけって感じだけど、装版の方は写真も入ってる。これなんか見たいって思って買いました。そう、なんか本屋さんで昨日が発売日だったんですけど、そう、長濱ねるちゃんの昨日が発売日だったんですけど、昨日行ったんですよ、ちょうどね本屋さんに行けて、それでそう、どっちもね本あの探してて、本屋さんの中でどこにあるんやろうと思ってずっと探してたんですけど、なくて、あったんですけど、あの店員さんに探してもらって、
なんかこの写真、この写真これどこにありますかねみたいな聞いたんですよ。なのでこれしか持ってこられてなくって、あそうですって言ってこれしか買えなかったんですけど、まあネットでも買えるってなってネットで買いました。あのもう一つ、これよりね大きいんですけど、特装版の方は面白い、面白いです。私はね欅坂さんが好きだったので、欅坂さん時代のあの長尾ねるちゃんも好きだし今も好き。そう探してもなんかえどこにあるんやろってずっと思って探せなかったんですよ。なのでもうネットで買いました。ラジオ毎週、おお、おソロ、嬉しい。いいよね、ティフ。ティフ行きたかった。ちょっと歌おう。ただの砂浜に寝そべるカオスメイ、かなり攻めてるスイムスーツ、太陽は絶好調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、知らない僕がいる、それが恋の始まり、サングラスで好きならいつだって悲しくてちゃんと見れなかったんだ、良いのです、僕はカッコつけてたけれど本当は恥ずかしい、サングラス待って、いつの間にかの僕もいる、二人音が鳴ってサングラスです、僕はかけないつもりなんだ、だって似合わないだろう、18なんてずっと先のことじゃないのか、かけになった、何かに憎い些細な変化、グラデーション様
これだけのために。この曲が、あ、アリちゃんの生誕、9日ですよね。ククの日、ククの日。アリちゃんとアヤパン、アヤパンの生誕祭って、なんか出たことないかも。あるっけ。
滑舌はまだ起きてなかったみたいです私のあね、ちゃんとステージに立ってる時は噛んだことないのであんまりね、大丈夫です。二人せぞ春夏で恋をして、二人せぞ秋冬で去ってゆく。一緒に過ごした季節よ、気づかれず踏まれても悲鳴は
ない切ないですね。やば、眠くなってきた。なんか寝すぎてめっちゃ眠い時ありますよね、なぜか。
は AKB さんの曲歌おう。土地の責任
何しようかな。が登場しました。途中で どうしようかな。目
ようかな。どうしようかな。待って。あ、11時半だ、もう早いね。早い。さっき11時前だった気がする。くしゃみ出そう。傷つくことを恐れて
確かに今日かっこいい系の気分でしたね。なんかずっとくしゃみが出そう。よし。真夜中の僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんのいるべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。
歌は終わりです。終わりたいと思います。ちょっと歌は充電なさそう。え。もう今日はたくさん寝て逆にしんどい。寝て逆にしんどいし、その上にまたしんどいから寝るみたいな、なんかこういうそういうサイクルの時あるよね。それはないです。今日はね、いい歌声でした。よかったです。夜寝れるかな。寝れるんですよ、それが私は。夜涼しくて寝やすいね。涼しくなってきましたよね、ちょっとですけど。でもなんか携帯の天気予報、あまり合ってるか分かんないんですけど、それを見てみると1週間後ぐらいはもう最低気温が19度とか20度とか21度とかって書いてあって、えめっちゃ涼しいやんって思った。そう、クーラーつけてるところとつけてないところの差がね、ちょっと幅が狭くなってきた。ドア開けた瞬間あっつーってなってたのが、お意外とぬるいぐらいになってきた。夏がもう終わりますね。終わりますね。お昼は暑いけどね。本当にずっと秋がいいな。食べ物も。で、芋っていいよね。ほっこりって感じ。冬なんですよ。秋から冬にかけてのそのめっちゃ寒いじゃなくて、あ寒い、お冷やカーディガンで過ごせるぐらいがいいな。長袖に長袖のカーディガンで過ごせるぐらいが一番いいなって思う。
服も可愛いし、夏服より冬服の方が、秋とかの方が可愛いなって思うんですよ。1週間ぐらいしかないです。え、本当にそうなんよ。もう肌寒いって思ったらすぐにめっちゃ寒くなるし、肌寒いぐらいがね、なんか本当に一番いい。葵ちゃんにとっての秋は食欲の秋、芸術の秋。食欲の秋です。クリスピー、ん？あ、ドーナツ、クリスピークリームドーナツですよ、あれ。あれめっちゃ美味しい。パリパリしてました。なんかカラースプレーみたいなやつがパリパリしてました。うわ、焼き芋もいいね。芋炊き確かに里芋食べたい。里芋確かにね。春夏秋冬がなくなってほしくないな。四季がなくなってほしくないな。日本の、でも自分らが生きてるまでは多分なくならないと思うんですけどね。夏と冬だけになったらさすがに困るよね。なるならもう春と秋にしてほしい。それが一番いいな。それかもう秋だけがいいな。秋だけがいい。肌寒いぐらいがいい。本当に地球温暖化が影響してるんですかね。あ、確かに。待って、読書の秋かも。自分20度ぐらい、あ、わかる、わかります。涼しいぐらいがいいよね。でもなんか思ったんですけど、涼しいっていう感覚って夏があるから涼しいとか思うんですかね。関係ないか。ずっと涼しい環境にいたら寒いのかもって思って、こんばんは。賢い？そう、そう。
え、でも涼しいのがいいな。え、最も暑かった夏。そう、そんなに別にそんな暑くなかった気がするな。え、私はね、体感的に5年前ぐらいの夏が一番暑かった。5年前じゃない、6年前ぐらい。 STU に入って1年目ぐらいの夏が一番暑かった気がするんですよね。めっちゃ肌が本当に火傷するかと思ったぐらい暑かった記憶がある。それか広島がめっちゃ暑いだけなのか。広島ってね結構暑いんですよ。普通にプライベートで外歩いてて、尾崎真美ちゃんとね、懐かしくない？真美ちゃんと外を歩いてて、めっちゃ暑くって本当にもう歩きたくないぐらいだったっていうのを覚えてるんですよ。でも今年とかは別にそんなそうなることはあんまないので、うん、その時ぐらいがなんかめっちゃ暑かったなって思います。こんばんは。ね、今年の夏暑いとか言われてるじゃないですか。でもそんな別にそんなって思う私はね。長いとは思うけどね、期間が、暑さも。残暑がなんか激しいみたいなですかね。ちょっと困るね。もう本当に天気だけはどうにもならんよね。ね、とにかく暑いのが嫌いです。ねえ。暑い夜が一番嫌い。寝苦しい夜ってね、辛いよね。朝にめっちゃ汗かいてるっていうのもね嫌ですよね。え、すごい寒い。いやもう寒いのだけは全然いい。でも夏にね野外フェスみたいなしたいなって思うよね。 STU もいつか。愛媛の冬は寒い？まあ寒いよ。全然四国とかも全然寒い。あったかいイメージあると思う。雪もね、まあ最近は積もらないんですけど、いや積もるかめっちゃすごいって時もあるんですけどね、そんなに昔ほどは積もらなくなりましたと思います。
懐かしい、小学校に行くときに何この何この白いつぶつぶって思ってましたね。雪溶かすやつでした、あれ踏むのが好きでしたね。懐かしい。でもそれはね、置いてあるだけで使わなかったりとかする時もあったので、雪が積もらずにね、やけん昔よりは全然積もらなくなりましたね、愛媛多分。あと冬はスケートがあるのでいいですよね。フィギュアスケートが好きなので普通に自分がする滑るのも好きやし、見るのも好きなので嬉しいです。なので本当にね、イモースさんでなんか企画があったら嬉しいのになーって思ってます、ずっと。なんかジャンプとかはできないんですけど、さすがに普通に滑るだけなんですけどね、滑りますよ。え、伊予鉄のスケート場なくなるん？ガチガチですか。え、めっちゃ通ってましたよそこ。残念。そこ以外に愛媛スケート場あるっていうぐらい知らないんですけど。なんか私ね、愛媛の宇和島出身って言ってるんですけども、公表してるんですけど、宇和島にスケートリンクがないんですよ。でもスケート習いたかったってなったんですね。でも近くにスケートリンクがないせいで習えなかったんですよ。でも近くにあったら絶対に習ってて、なので私はもしかしたらスケートをめっちゃ滑ってる人間になってたのかもしれない、もしかしたら。それで思い出したけど、スケートリンクで松山とかに住んでたらスケートをめっちゃ滑れるようになってたのかもしれないですね。なんかスケート習ってる人ってあんまいないじゃないですか最近。本当にやりたかったなと思う。でも今からでもやれると思うんですけど、でもやっぱり小さい頃からしてた方が身につくよね。恐怖心もあんまりないじゃないですか、失敗とかしたことないので、ちっちゃい頃って。やけん挑戦しやすいし、いいな。てや、壇上を読みます大
通さん、カズポさん、中健さん、サージカルさん、ジータさん、カツオさん、コンさん、アクイさん、ケンケンさん、ウツボさん、イサッピさん、レカムさん、ガントチャートさん、ありがとうございます。山田の青い人見れてよかった。だってね、川上千代さんいいな、スケート。ありがとうございました。おやすみか。ほぼ寝ぼけて配信してたかもしれないです、私は。今日は一日中寝ました。この後もお風呂に入ってなんかいろいろちょっと確認して寝ます。もう全然寝れる。おやすみかん。あと1分ぐらいある、12時まで。おやすみかん。絶対に今年の冬はスケートに行きます。去年はね、去年やったけど忘れたけど、あ、え、3年前ぐらいにはみゆみゆと行ったんですよ、門脇で。去年ぐらいに福ちゃんとねスケート行こうってなって行ったんですけど、閉まってたというか貸し切りなってて、スケートリンクが行けなかったんですよ。なんで今年こそは行こうと思います。早く冬になってほしい。楽しみ。何月からあるのか分からんけど、10月ぐらい、11月ぐらいか、3月4月ぐらいまで多分やってると思うので、行きたいですね。あの滑ってる動画とか撮ってから載せたいな。そんな上手じゃないですけど楽しみ。イエーイ。早く冬になってほしい。じゃあね、おやすみかん。